野崎チャンネル部長、開幕1ヶ月総チェック、はい、ということで、はい、今回は、日本ハム巨人編で、ございます。日本ハム絶好調3年目、はい、新庄さんもね身体かかってるから、うん、ね、その中で序盤にロッテ戦3連勝してから乗ったね、乗りましたね。あの初回のね、初戦の負けてる時に、うん、八木からポンポンと逆転勝ちして、あ、ここからもう波乗ったね、うん、その後ポンポン、その前のソフトバンク戦もね、うん、1勝1分けで負け越さなかったからね、はい、そこでね今現状2位っていうところでね、11勝8敗、貯金3、首位と 2.5 ゲーム差、まあ、これはね投手陣、うん、いいね。まず開幕投手のね伊藤大海がすこぶるいいね、もう4試合で2勝0敗、ね、1.73 だから防御率ね。で加藤もね勝ちはついてないけど 2.96 だから試合も作ってるし、はい、山崎達也もね、はい、躍動してるしね、2勝1敗 2.49。 ちょっとね俺開幕前に外国人ピッチャーいいかなと思ってたんだけど、はい、ちょっと誰も出てこへんな。 どこ行ったんですかね。んどこ行っちゃったんですかね。うん、そうやな、ちょっと鎌ヶ谷で修行してっちゃった。すいませんですかね。あとなんて言ってもね、これ北山、あーこの前のね、ノーヒットノーラン仕掛けたけどな、完封勝利もあって 1.71 2勝0敗抜群やな。でリリーフもね金村カード田中正義ね、新方程式ね、これがまたすこぶるいんだよね。でも金村がね、あの新庄さんが言うには先発も考えてるっていうところもあるからね、まあ、そこがどうバランスをリリーフね保てるかなっていうところはあるけどね、右が誰が入っていくんやろっていう。あと福島君もこの前良かったしね、次の登板もちょっと見てみたいっていうところもあるし、投手陣が本当いいよね、安定してて、しかもその投手陣の中で何がいいかっていうとフォアボールがめっちゃ少ない。圧倒的ですね、うん、圧倒的に少ない。フォアボールの数が39やからね、ダントツ少ないからね、だから無駄なランナー出してないよね。こういったところで、まあ、無駄な失点しなくて済むっていうね。だからまあ加藤、伊藤大海、そして山崎福也、ここら辺も制球抜群で安定してるから、もともとフォアボールも少ないしね、そういったところがいいっていうところと、まあ、今年期待はもね、フォアボールも少なく投げ切れてるし安定だね。で防御率は 2.84 でパリーグ4位だけども、先発が 2.93、 リリーフ 2.67 といってね、まあ先発リリーフともにね両方ともに安定的ってなってきたところは、まあね、フォアボールの少なさもあっていい形でねできてるっていうね。クオリティスタート率も 60% でいいし、まあ、援護点ね 3.02 とそんなに多くないけどね、だからまあ多分大敗する時もあるんだろうね。その代わり接戦を、だから去年も1点差ゲーム全部負けたよ、あの12連敗の時、あれもし勝ってたらあんな結果じゃなかったと思うんだよ。だこれをそこは今年はその1点差ゲームっていうところを、あの負けることもあるけどもしっかり勝ちを拾えてるところも今の成績につながってると思うんだよね。でチーム打率は2割3分2厘っていうところで今の現状でいうとパリーグ3位でホームラン11本はパリーグ2位でも打点が52だからこれパリーグ5位だから、そんなやっぱりね何かがすこぶるいいわけじゃないんだよね。でも得点圏打率が2割6分5厘とパ・リーグ3位なんだけど1位が2割6分7厘だからもうほぼ上位だから、まあ、少ないチャンスをチャンスになったらものにしてんだろうね。チャンスの数は155打数だから得点圏1、2、3、4、5番目なのよ。だから多くはないのよ、多くはないけどもそれをしっかり仕留めきれてる集中だと得点圏打率だから多分全体の打点としては少ないのかなっていうね。だからこの多分大敗とかもねあるかもわかんないけども勝てる試合をきっちり勝ってるっていうね。でバント成功率9割2分3厘としっかり犠打も決めながら、得点圏に結びつけていく。でやっぱその中でやっぱこのねここまでのやっぱ日本ハムの要因これタミヤでしょ。キャッチャー完全にこの3割8分8厘よ、5番打ってたで最近5番打つキャッチャー珍しいよ、ね、坂倉とか大城ぐらいやろ正直。5番しかもその力で取った5番だからね、なんとなく置いてるわけじゃなくて3割8分8厘やで。まずホームランは0本だけど、で盗塁も肩もいいし、もうキャッチャー論争終わったね。思いました、めっちゃいたんですよね、清水もいて、うん、清水ちょっと終わっちゃったね。でまあね伏見はまだ山崎幸也とかねこのベテランの味でいろんなところになって、新藤もね来るかと思ったけど、うん、タミヤはここまで来たらちょっともう修行しとこうかみたいなね、二軍で経験積んでプロの馴染んどこかみたいなね感じになるし、あと水野ね、この中で打率的には2割2分7厘そんな高くないけど、なんか勝負どころでいいバッティングするなっていうね形もあるし、まあ、清宮もね上がってきてどうなるかっていうね、ところもあるけども、あとはね奈良間、
そして、松本剛もねちょっとコンディション不良でいなかって、まあ、ここから上がってきたっていうところもあるけど、まあ、万波もいい感じだしね。でもレイエスとスティーブンソンがこんなに打てへんと思わなかったな。そうですねこんな苦しいと思わなかったね。もうちょっと一歩間違ったら試合出られへんからね。レイエスも8番ぐらい打ってるからね。だからここら辺がもっと躍動したらもっと強かったのにな。だからそういったところちゃう。だから外国人が投打ともに機能してないね。あんなに取ってきたのにね、結構戦力アップやってなってたけど、はい、オープン戦まで見た中ではもっと思ったけどな。マーフィーとかも、うん、ザバラとかもそうやし。ザバラとね、うん、どこ行った。でも別にいなくてもな、はい、北浦もいいし、はい、河野、金村、田中正義で抜群のリリーバーやしな。正直いない方がいいよな確かに今の現状だとね。まあでもこれ1年間になるとねなかなか難しいから、そこからね復活してきてこのバランスを保つっていうところでは今後ねハムが上にいるためには大事な要素かなっていうね。だからこなんか好調と不調の選手もいるけども、そこ打線復調待ちやな。そしたらもっと強くなるね、うん、投手陣は安定していいんで、まあ、もうちょっと打線の復調待ち、特に外国人マルチネスも長打あるけど2割1分6厘だしね、うん、なんか大味になってきてるから、ここが安定的になってくるとガチ A クラスはまってくるからね。でもスタンダッシュとしてはいい感じだね、はい、うん、でも俺はこれは全てタミヤのおかげやと思ってるお正直だってピッチャーがいいのもタミヤがリードしてるわけや、はい、まあ、もちろん伏見のね山崎幸也の時はあるけども、俺は今のコーチはね 96% タミヤやと思う。この存在感ね、ファンの皆さんどう思いますか、ね、続いてジャイアンツ。もうでも思ったよりいい感じでいけてんちゃう。そうですね、ね、そんな別にね、まあ、俺は優勝予想してるから、まあ、これぐらいは最低限いってほしいかなっていうところはあるけども、現状ね11勝9敗貯金に、あんなにバタバタしてて貯金にやんねんで、全然打てへんかったんでここ最近。岡本と坂本やないからヒット2本でホームランパー3ランで打ってね、やっと坂本が上がってきたかなって言うけど、岡本がなかなかね上がってこないけど、でね、オコエとか佐々木とか萩尾とか若い選手たちもいっぱい使いながらね、門脇頑張ってるよな。でもやっぱこれあれか、西田ってバルドナード大勢でかいな。あと高橋でね、うん、高橋で中川が最初ね、もうちょっとバタつかなかったら優勝まで、今ね首位にいたかも分かんないけども、リリーフが構築できたのはちょっと大きかったかなっていうね。そうですね、うん、だからピッチャーでいうと防御率 1.83 やで、1やで、阪神よりいいねんで、ね、防御率先発防御率 1.86 やで、でリリーフ 1.77、 去年のこと考えたら天と地のぐらい違うで成績。魔の8回とかなんかいろいろ言われてましたもんね、うん、若干今年も魔の8回やってあったんですけどね、うん、あった。でフォアボールの数も45個で与えるのも少ないし、被安打も143で一番打たれてないね、ヒットも。で失点も少ない、で被打率1割9分1厘だから唯一の1割台だからね、相手にヒット2割打たれてないんだよ。でクオリティスタート率 65%、 援護率 2.19、 ダントツ最下位全然援護してくれへん。そりゃそうや、最近全然打てへんかったから。ウィップ 0.91 やで、チームでエグすぎるよな。でチーム打率2割2分6厘、これでも5位やで、阪神が一番低いのかチーム打率。で打点57も最下位、ホームラン9もジャイアンツの割に少ないよね。 OPS が591とかもほんとすこぶる悪いし、得点圏打率1割8分9厘やで、すこぶる悪いで。ギダ成功率6割7厘、バンドもちょっとちゃんと練習しよう、河合さんいんのに、はい、無駄に失敗してちゃん打てへんのにバンドもできんからチャンス無駄に潰してんもんな、そういったところが今2位にいるところやな、やっぱバントっていうね。で代打率1割7分5厘、エラーは7個少ないね。やっぱ打つのやな、まあ、ここ打つの街やな、ジャイアンツは。ピッチャーはいいよ、東邦やろ、山崎伊織、高橋で、菅野もいいしな、今年、はい、菅野もいいし、だここから本当グリフィンとかね、まあ、もう上がってきますけど、うん、赤星もこの前試合作ってるからね、うん、よかったからね。メンデスがちょっともうメンデスもっといいはずやのにな、ね、巨人のメンデスと中日のメヒアはもっといいはずなんやけどな。共通者は誰ともね、ちょっと太ったっすこれは絶対言うです。そうだ、彼ら誰も太ったっす。あれあれやな、ロッテにいたマーフィーと一緒、うん、どんどん勝てば勝つほど太っていくね、はい、で、切れなくなっていくね。オスナもそうなっていくとでしょ、どんどん小さくなるじゃないですか。あるわ、ちょっと日本のご飯が美味しいんやろな、はい、あと油断大敵的やな、油断大敵。バルドナード逆にちょっと絞ったんですよ、ね、はい、来た時よりね、はい、やっぱ大勢元気が一番いいね、いいですね。だから後ろバタバタしなくて済むし、ね、高梨もね
気合の三振ひたちなかで取ってガッツポーズしてたしね、はい、だからそこら辺がうまく、だから今なんかこうローテーションもリリーフもそんな疲れるようなね、勝ってても負けててもとか言ってないから、そこら辺は元気にいけるからいい形かも分かんないよ ね、 そうですね、リリーフもね、うん、だから宇都の町やな、うん、岡本、坂本がもうちょっと復活してきて普通にね、うん、普通に打てるようになってきたら、あと打つ大城さんが代打だからね、代打 どうしましょうね、あのファンも言われてますけど、なんで使わへんねやろな、ね、うん、でもベンチがサイン出してるからね、しんのすけ、うん、その勝負どころとか、じゃあ誰でも一緒なのと思うんだ俺はね俺は思うんで、明治からサイン出すんだったら誰でもいいやんと思うんで、はい、守備は、はい、それだと打つ方がいいやんって俺思うけども、あの岸田とあの小林、はい、ね、小林選手もいいとこで打つんですよね、打つけど ね、 ね、うん、でも佐々木翔やで、ね、大城、いや、ね、もう今もう補欠やで、今代打、うん、代打もったいないで1打席はサヨナラヒット打ってたけども、はい、もったいないで、俺はもうちょっと大城使ってもいいんちゃうかって全然思うけどね、なんか全体的に大城選手に対して評価がされないっすよね、いや逆に言うとね、だからこんな点取れへんのんちゃうかっていう下位打線がスカスカになって、うん、ね、それ岸田も小林もいいところで打ったりもするけど、この相手に対するこのプレッシャーはやっぱりないや、正直ね、これからやつけていかなきゃいけないか ら、 だからその大城が打線にいないからこんな得点に困るんちゃうかっていうあるんちゃうかって俺は思うんだけどな、僕ファン的に見るとピッチャーはいいんだったら点数取られるじゃないですか、しかも阿部さんがサイン出すんだったら、前半は大城さんで行って、じゃあリードがいい、小林さん最後守備固めでいいんだ、そっちがいいよな、それで思うんですよ、勝たせるし、点取られへんかったら勝たれへんしな、ピッチャーいいんだったらそんなな変わらへんやな、ブロッキングで大城も盗塁させるしな、阻止率一切ね、うん、全然 なもうちょっと俺大城使った方がいいと思うんやけどな、ねえ、なぜか分かんないけど、俺の中ではプロ野球七不思議やな、あの大城の評価がなぜか現場ですこぶる低いのかなっていうね、低いかどうか分かんないよ、使われないから低いのかなって思ういや思っちゃうんですよね、だから頻打なんだからそことかもうちょっと使えばいいけど、まあ、どうなんだろうね、ね、うん、まあ、今日から DeNA 戦だからちょっと見てみるわ、また見てみてください、これは日曜日に出てるからね、そうですね、この週末どうなってんだろうね、はい、まあ、そこら辺はね、あの総チェックとともにお楽しみください。ということで、まあ、日本ハムはね、まあ、レイエス、スティーブンソン、あと野村ね、今に行くんだから、ここが上がってきて、打線がもっとね、元気になってきたら、トーンってね、行く可能性もあるし、ジャイアンツも今、調子悪い選手が上がってきたらね、でもその中ではね、萩尾、ね、門脇、佐々木、オコエとかもそうだけども、若い選手の躍動もね、いい形でできてきてるから、そこら辺がね、ぎゅっとはまればいい形なんじゃないのかなと。だから両チームともね、なんか開幕1ヶ月不安なこともあるし、まだ足りてないところもあるけども、その中で今現状2位にいるっていうことはね、非常にいい形で戦えてるんじゃないのかなと思います。皆さんどうでしょう。